ワシントン DC で3年前から行われるようになりました。この世界プロフィギュア選手権、ほぼ満員のお客さんを集めました。あのピンクの方がジャネット・リンさんですね。はい。初日のテクニカルプログラム、まず男子シングルです。リレハンメルの貴公子が戻ってきました。あの時は21歳でしたが、もう27歳になりました。99年のこの世界プロフィギュアのチャンピオンです。ダイナミックが一つの売りかと思いますが、柳沼さんいかがでしょう。そうですね、やはりその貴公子的な滑りというのは彼の持ち味だと思うんですけれども、はい、ここでは一体どんな曲を持ってくるのかなという楽しみもありますね。曲はキングオブスイングです。今シーズンはスイングも流行りましたからね。ああそうですね、はい、さあここでトリプルアクセル、どうですか。高いですね、はい、そのただただジャンプを飛ぶだけじゃなくて、そのジャンプを飛ぶ前、飛んだ後にどんな演技が入ってくるのかなっていうところにも注目してもらいたいですね。トリプルフリップ、高いですね。はいですね。プロの場合は振り付けも少し変わってくるんですか。そうですね、ジャンプ以外の面でもアピールしないといけないので、はい、そういう意味ではその氷上で滑りながら踊るっていう面も多くなってきますよね、はい、やはりお客さんのこの拍手、掛け声とかも嬉しいですよね。ちょっと失敗。ここから曲奏が変わります。アレクセイ・ウルマノフです。世界プロフィギュア選手権初日テクニカルプログラムの模様をご覧いただいています。これが一番最初のトリプルアクセルジャンプですね。これは高かったでしょう。高かったですね、はい、途中でトリプルジャンプの失敗がありました。どうですか。そうですね、トリプルループが、はい、ループですね、はい、ちょっと回転が斜めになってしまいました。まずテクニカルメリット、技術点です。このプロフィギュアの場合は10点満点です。アマチュアの大会とは違います。
ほとんどが 9.7。芸術的評価です。こちらも 9.7、9.8 が1人。いかがでしょう、この得点。やはり失敗した分だけ引かれてしまったかなと。はい。